こんばんは、ワイズです。バディミッションボンド実況プレイ始めていきたいと思います。前回忍者じゃん、役者の男の人が、ルークのポケットにメモを残していたと。でなんかあの脱獄したことについて書いてあって、なんか怪しいなっていうことで、その忍者ちゃんに会いに行くために、忍者ちゃんの場所を言ってておかしくなってくるけど、その探すっていうのが今回のミッションになります。行動力6で1ラウンドしかないので、1,2,3,4,5,6、 なるほど。赤いつなぎの男性を見に行くと一歩失うので、女性 CA も忍者装束の男性客も行けなくなると。キョロキョロしてる人が怪しいっていう風に言ってたな、確か。座席の下に潜り込んでゴソゴソしている。注意深く誰かを探している。見回している。ここ結構重要だね。で、客席に視線をフラフラさせている。座禅を組んで寝息を立てている。いやもうキャラが立ちすぎててさ、こいつ絶対なんかあるんじゃないかと思わせつつ何もないっていうパターンだったら情報手に入らずに終わるんだよね。歩数であくまで行動力カウントされるから、派手な女性客、司会の女性まで行って、その後2人のうちどっちかを選ぶっていう感じで進めていこうかなと思います。派手な女性客。飛行船船内1階客席。派手な女性客が客席の人たちに鋭い視線を向けている。これバーの店主だった人じゃなく、バーの店主っていうか、音楽事務所の社長さんじゃないのかな。見た目が一緒なだけか。あのすみません、お聞きしたいことがあるのですが。なあに坊や。こんにちは坊や、何を聞きたいのかしら。で、あら、これだ。お、合ってたんじゃない、やっぱ社長さん。もしかしてどこかでお会いしたかしら。はい。あ、はい、あの以前にエリントンで。はあ、そんなに印象弱かったかな。ごめんなさいね。ああ、事務所に来た子ね。ごめんなさい、すぐに思い出せなくて。それで聞きたいことがあるのよね。実は。はい、そうなんです。さっき女の子を助けた忍者さんを探しているんですけど。あら、そうなの。あら、あなたも彼に惚れた口。でもごめんなさい、居場所は私も知りたいぐらいなの。ぜひうちの事務所にスカウトしたいのだけれど、彼なかなか捕まえられないのよ。さっきも階段階段って言いながらすごい速さで走っていってしまったし。階段って重要な情報かな。でもオレンジになってないんだよな。階段？階段の方に向かったのか。ところで坊や、華やかな世界に興味はない？例えばそう、モデルとか。え？え？それって、そのワイルドな体なら全ての視線を独り占め、てっぺんを取るのも夢じゃないわ。アーロンに言われてる。そうだよな、僕のことなわけないよな。ギョウミネ、予想当たれ。てめえも何しょげてんだ、さっさと行くぞドギー。あ、結構いい情報手に入れたね。急いで階段の方に向かったのは確かみたいだな。となると上か下か。情報入手。忍者さんは階段の方に向かった。つなぎの男性ちょっと怪しいけどね。まあ他話聞けないぐらいならこっち行きましょう。飛行船船内1階客室。客席。女性司会者が上着の裾をはたきながら周囲を見回している。ステージ上とは違う険しい表情と首から下げた休憩中というプレートが印象的だ。わざと伝えてんだ。それで、あの人さっきの司会の人だよな。こんなところで何やってるんだろう。まあいいか。すみません。どうかしたんですか。あ、すみません、今休憩中なんですよ。後でよろしいで、後ででよろしいですか。
あ、時間は取らせません。ちょっと忍者さんに用があって。どうだ大丈夫？あ、話聞いてくれそう。忍者さん？ああ、あいつなら人の上着汚すだけ汚してどっか行っちゃいましたよ。次のステージでも使うっていうのに全く。もうあの、どこに行ったかご存知ありませんか？ちょっと探してて。はあ？知りませんよそんなの。ショーのない時は関係者フロアでおとなしくしててって何度言っても聞かないんですよ。またいろんなところをフラフラしてるんじゃないですか。なるほど。なるほど、関係者フロアにはいないか。ありがとうございます。引き続き探してみます。ふんふん、関係者フロアにはいない。選択肢が一つ消えたな。なるほど。これ断面図見れる、関係者フロアにはいない。あ、5分の4になったね。配膳室の4つのどれかか、CA ルームの2つのどれかで、階段を探していたっていうことから、おそらく1階で探してたんだから2階に行ってるだろうっていうことで、2階配膳室か2階 CA ルームか、その2つっていうところまでは話が進んでいる。いやでも結局どっちに話聞くかわかんないな。もうこいつ気になってしょうがないけど、寝息立ててるから目撃情報とかはないよね、あんまり。まあ、客席に姿勢をフラフラさせてるし、この人行った方がいいんじゃないかな。行ってみよう。飛行船船内1階客席。女性 CA が落ち着きのない様子で客席を見渡している。すみません、あのちょっとお伺いしてもいいですか？あ、はい。もちろんです。何なりとお申し付けください。あの、忍者さんを探してるんですけどご存知ありませんか？忍者さん、そのそれは、すみません、私新人なものでそういった専門用語には疎くて。え、あ、いえ専門用語じゃなくて、さっき忍者のショーをやっていたショーマンの方の居場所を知りたくて。確保します。お、ナイス3つだからいいんじゃない？ああ、女性 CA 人気ワースト1位のショーマンさんのことですか。そうなんだ。すみません、全く興味がないので分かりませんでした。あの人なら選手の方に用があるらしくてさっき走っていきましたよ。完璧。爽やかな笑顔でひどいこと言うな。これが若さか。でも選手の方に向かったというのは重要な手がかりだな。分かりました。お仕事のお邪魔してすみませんでした。いえ、あまりお役に立てなくて申し訳ございません。あ、良い旅を。女性 CA 人気ワースト1位か。居場所の情報よりもディープな話を聞いてしまった気がする。でも成果もあった。選手の方に向かったならかなり限定されるよな。OK、 3つとも正しく確保できました。情報、2階の配膳室に行くってことだね。うわ、これ以上アーロンを抑えるのは厳しそうだな。忍者さんの足取りに関係ありそうな情報は、関係者フロアにはいない。飛行船の船首の方に向かってるところを目撃された。急いで階段に向かった。うん、短い時間の割にはかなり情報が集まったな。ここまでの情報から推理すると、忍者さんの居場所は、いや、この配置だとね、厳密には2階 CA ルームもあるんだよな。選手の方に向かったっていうのが、階段が一般席の中で選手側にあるから、一旦選手側に向かって2階に上がった後、
選手側には行かないでこっちに行ったっていう可能性もありそうだけど、まあでもヒントの内容から考えるに、まあ、関係者フロアではなく階段を使ってこのうちの選手側2階配膳室、ここで合ってるでしょう。2階の配膳室だ、多分間違いない。って時間取らせやがって、さっさと行くぞ。オッケー。MGA129 便、2階配膳室付近。あれは、おいた、忍者さんだ。もう名前が忍者さんになっちゃってる。忍者さん、2階は VIP エリアでございます。1階にお戻りください。お引き合わせしたい方もおりますので。そうなの、まあ、先に見つけてくれてたんだこの人。楽しみだな。でもね、おじさんにとってこの船一番の出会いはまさに今訪れています。お嬢さん、今晩いかがでしょう。ご冗談は顔だけにしてくださらないと。うわ、ぶっすり来るね。好き。困った方、あなた他の CA にも片っ端から声をかけたんでしょ。おかげで早くも女性 CA の間の要注意人物リストに載ってますよ。あっちゃー、ついでにさ、お嬢さんの恋人リストにも載せてくれない。全く反省していない。ああ、載せてやるよ。え、俺の撲滅リストにな。お兄さん、恋心は撲滅しちゃダメだよ。そのまま忍者さんを好きでいてよ。ごめんアーロン、探しといてなんだけど、やっぱりこの人違うと思う。甘いんだよてめえは。上っ面見ただけで何がわかる。忍者さん、この方たちです。あなたにお引き合わせしたかったのは。あれ、そうなんだ。お、ちょっと真面目な顔になったね。お二人さん、戻ったね。ご用向きは。一杯やりながら聞きたいな。用があるのはそっちだろうが。めんどくせえもん送りつけやがって。エリントンでの罪が何だって。アーロン、切り込みすぎだ。 CA さんもいるのに。エリントンでの罪？あなた方なぜそれを。ん？こっち？まさかあの手紙をお見かけに。はい。え、あの手紙、なんか全く別の話だった。もしかして。あなた方が拾ってくださっていたんですね。よかった。どこに落としたのかと。あの、これ僕のポケットに入ってたんですが。え、なぜそんなことに。あ、私乱気流が起きた時にお客様を席にご案内しました、ね、偶然入るか。あの時かしら。なんか作為ないのかな。この手紙はあなたのものなんですね。脅されてんのもあんただっつうのかよ。脅されて。それは、その、違うんです。ですが、この文面。まあまあ、その辺で心配ないよ。脅されてる人はこんな風にほっぺた桜色にしないもの。多分、お前さんたちいい届け物したんだね。おじさんと祝杯あげに行こう。え？は？いえ、あの、よろしければお話しさせてください。ご迷惑をおかけしてしまいましたので。うん、全く読めないな。私が言うのもお恥ずかしいのですが、ラブレター、これはいわゆるラブレターでして。え？はあ。飛行船が離陸する前、エリントンでとある方から突然キスをされたんです。それをなかったことにはできない、話がしたいと。じゃあエリントンでの罪ってキスのことなのか。ちなみに CA さん、
この手裏剣マークの意味を聞いても。手裏剣？ああ、これは手裏剣ではなくて風車です。お気づきになったかわかりませんが、機体に描かれているんです。全く気づかなかった。気づきたかった。これ窓の上に。マジか、風車？機体にそんなものあったー。いや、気づけたな、これ。悔しい。確かに似てるね。手裏剣と風車。くそか！なんでわざわざ、な紛らわしい絵を。あの人のサイン代わりなんです。彼はいつでも風車の元にいるから。操縦士ってことか。そいつは素敵なお相手だ。風車の元にいる。CA さんに手紙を送った人ってもしかして。だね。機体の風車の近くには操縦室があるんだよな。つまり操縦士、機長とか。え、あ、声に出て失礼しました。いえ、こちらこそ。お恥ずかしいわ。合ってた。俺がお嬢さんの立場だったらみんなに自慢しちゃうな。機長って言ったらこの空飛ぶ城のお殿様だもの。君はお姫様だったんだね。そんな、滅相もない。まだ彼への返事も決めかねてますし。ありゃ、そうなの？前に好きな人に騙されて死ぬほど辛い思いをしたんです。もし誰かに心を預けてまた裏切られたらきっと許せないわ。相手をズタズタにしてしまいそう。昔の傷って厄介ね。いいなあ、君にだったらズタズタに引き裂かれてみたいな。もう調子のいい。だって君は本当に素敵だ。多分傷があるから余計に。だからお殿様もメロメロになったんじゃないのかね。いつか忍者ともお火遊びしてね、お姫様。ダメですよ。私この人と決めたら一筋なの。彼のこと裏切れないわ。おい、決めたって言ったね。なんだ、もう手紙の返事は決まってるんじゃないの。忍者さん、お客様方、お騒がせして申し訳ありませんでした。後ほどお詫びに何かサービスしますね。あ、いえいえ、お気遣いなく。忍者さんはちゃんと1階に降りてくださいね。それでは失礼します。空飛ぶ城でお幸せにね。臭いこと言う男にろくなのいないのよね。いい男じゃん。ああ、また玉砕記録更新しちゃった。ああ、でもうまくいくといいですね、CA さんと機長。手紙を折った結果がこれか。骨折っただけ無駄じゃねえか。またまた、無駄どころか大量じゃない。お前さんたちはこの飛行船一の恋を後押ししたわけだし、おじさんっていう友達もできたよな。あ、はい。よかった、この忍者さんが脅迫犯なんかじゃなくて。あの、さっき見てました。ダクト通って子供を救出したところ、すごかったです。ありがとう。おじさんもね、覚えてるよ。お、君最後まで拍手してくれた子でしょ。拍手しててよかったね、あれ。でも実はあれ、俺じゃなくて整備士のシンさんの手柄なんだ。整備士のシンさん？飲み友達なんだ。稲瀬なつなぎを着た腕利きの整備士だよ。業務柄機内の抜け道なんかに詳しいわけ。さっきの迷子騒ぎの時、俺んとこに来てダクトの場所を教えてくれてね。なるほど。でもその情報をもとにあの子を助けに行ったのは忍者さんですよね。木馬ね。はい、名前か。忍者さんの本名は木馬と言います。木馬遠藤、一応ショーマンだよ。
よろしくね。日本人か、名前的には。ルーク・ウィリアムズです。世界のヒーローです。実は僕、世界のヒーローです。やだ、何それ、かっこいい。なんちゃって、理想の話です。もちろん今は壁一つ壊すのさえやっとっていうか、大きなこと言ってすみません。いいじゃない、大きなことを言う人ほど大きくなるもんだよ。なんか抱えてそうだね、ルーク。観光地でたっぷりリフレッシュしたらいいよ。三日倉島は初めてかい？はい、木馬さんは？俺は三日倉の出身だよ。ま、20年ほど帰ってなかったんだけど。へえ、じゃあ久しぶりの里帰りなんですね。なあ、アーロン、君も木馬さんに自己紹介。話が長え。着陸はしねえ。サンドバッグもねえ。まずい、ストレスがピークに達してる。ピリピリしてるね。大丈夫？忍者ジャンごっこする？忍者ジャンごっこ乗っかるんじゃない？キッズイベントでよくやるんだ。折り紙の手裏剣を一緒に作るとか、とべとべ忍者ジャンの合唱とか。戦うわけじゃないんだ。死ね。みんなで忍者ポーズを決めたり、あとは忍者ジャンと戦えるコーナーも。やっぱ来たね、戦えるコーナー。乗っかった。でもさ、子供向けの遊びには興味ないよね。ごめんごめん。お、かっこいい表情。あわわ、受け止めと。何があわわだ、びくともしてねえくせによ。やめろアーロン。うっせえ、こいつから誘ってきたんだよ。相性悪そう。そんな若い欲望もう受け止めきれないから。今どうやって抜けた？全然見えなかったぞ。やっぱただもんじゃねえな。遊び倒そうぜ、忍者じゃん。あ、笑うとそんな感じなんだ。遊ばれたくなっちゃう。でもやめとこうや、これ以上は騒ぎになる。こんな閉じた空間で悪目立ちするとまずいんじゃないかい？あ、どういう意味だよ。あのラブレターの文面、おたくらにも思い当たる節があったんだろうと思ってさ。じゃなきゃ色男二人が必死に探しに来ないでしょ、こんなおじさんを。それは、その人に言えないことの一つや二つ、誰にだってあるけどね。そのおかげで生まれるご縁もあるし。ちゅうわけで飲もう飲もう。あ、はあ、あ、なんだ今の音。MGA129 便2階配膳室前。音がしたのは配膳室だよな。あ、扉が少し開いてる。結構大きな音だったよな。覗いてみよう。ん？アニメ入ったよ。ハイジャック。どうしたルーク、何が見えたの？二人とも落ち着いて聞いてくれ。室内は銃を持った男たちに占拠されてる。一番落ち着きなくしそうな人が言ってるけど、他二人大丈夫でしょ。ハイジャックだ。おお、ここで終わり。ミッション3、空飛ぶ忍者じゃん。
最後のあれだね、世界のヒーローだって下がらなくてよかったね、ヒーローゲージ新エピソード解禁、危うし忍者じゃん。お互いの弱点。はい、では次のミッション4が開いていますが、今回はこのぐらいで終わりにしたいと思います。次回またメインミッションの方から進めようと思うので、ミッション4を続きでやっていきたいと思います。ではこのあたりで、ありがとうございました。またよろしくお願いします。